ギマニシイマは、白ラの第六代の王であり、聖和法、先代のバサニシキンの着手。三国式白ラ本に、ギマニシイマキの文中には、ギアジ、三国維持王歴では、ギマニシツイマとも記される。くだらの土のトロ王が113連に死者を送ってきたことを受け、白ラ徳とだらとの間に、名友関係が出来上がったと見られる。 125年7月には末活が泥川を越えて侵入してきたので、九太らに国章を送って援軍を求めたところ、九太らは5人の将軍を送ってきたので末活を退けることに成功した。南方の茅屋方面では、115年に鉱山川を越えて申請を行ったが、副兵に阻まれて戦火は上げられず、翌116年に将軍と兵一万を派遣して攻めさせたが、 茅や軍の老城戦の前に退却することとなった。南方戦の足がかりとして121年2月に大越木山次郎を築いた。同年4月には和人が東部辺境に侵入してきたが、123年3月には和国と講和した。在23年にして134年8月に死去した。後継ぎの子がいなかったため、大井はおじの一世に死金へと継がれた。 埋葬地についての記載は、三国式にはない。三国以王歴は、暇に西今の第二、温室国、王良国を滅ぼした、としている。ありがとうございます。